なんかさ、それをね、今日で言ったら、突然さ、言ったらさ、イノハ殿の様子がおかしくなったんですよ、ミオさん。何食いてるか、わからないか、かもしれません。でも、イノハは割といつも様子おかしいぞ。え、ちょっと、ミオ先輩？まあ、確かに。まあ、確かに。え？先輩方？そんなことないでござるよ、カズマ！こいつ、ホロックスがいるときはね、まだあれなんですけど、ちょっと、そうだね。前回の運動会もそうだったんですけど、アーカイブ見たんですよ。2人組作ってくださいって、ミオコが言ったらね、桜の木の下までもう、ビューって逃げてってましたからね。作ってる、作ってる。こもっちゃった、こもっちゃった。ごめん、大丈夫です。すいません。すいません、人見知りで。ごめんなさい。ごめんなさい。いいんだよ。誰でもそういう時はあるさ。そうだよ。おためもそうだったよ。先輩方、そうだよ。上が、空が見上げられ、心の扉を開けて。こっちに来て。なんかあったかい。あ、なんか。なんか透けてるからいいかな。お前目が合わなくてね。いいんですよ。確かにね。先輩、カズマ頑張ります。あ、草越しに。おいで。頑張ります。なんか、イノハ殿が。はい。意外と緊張しいなんだなってことをね、最近ね、やっと知ったの。本当にやばいんですよね。初めて会うとか、初めて喋るってなったら、うん、とりあえず、まず毛布が必須アイテムになります。え？毛布で何するの？隠れます。隠れるんだね。隠れます。隠れみのってことか。あ、そうそうってことだ。なんか壁に同化するためになんか壁と同じ色の壁紙みたいな布が必要。それ忍者やん。それは忍者なんですよ。いやでもあったら正直使いたいぐらいのレベルではありますね、正直。あ、そうなんだ。なるほど。忍者だったんだ。忍者じゃないよ。それ忍者な。いやでも、あ、そう、できるのであれば、本当にそのぐらいして。しまいたくなるぐらいには結構そうですね。自分は隠れますね。うん、なるほどな。なんか1対1だとまだ大丈夫なんだろうな。なんかだってさ、ニコにさ、ござるイーツというか。あ、そうですよね。なんか1対1は結構、クッって頑張りますってなるんですけど。ハーフ一緒だよね。そう、いっぱいいると、ドッ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 ドしようってなっちゃうんですよね。じゃあ、ニコはフランプに戻りますか。はい、頑張れー、うん、あ、一緒に道を作ってるんだね、またね。スイちゃんと作ってる。おー、共同作業だ。ドキ、イロハちゃんごめん。え、何ですか、そ、え、いいんですよ。共同作業してしまってる。こそり、こそり、見物に。やる、イロハちゃんやる。いや、いや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 、そんな、もう大変恐れ多いでございます。変わろう、大変恐れ多い。大変恐れ多いでございます、本当に。なんかいけないことしてる気分。いや、全然もうそんな、全然そんなことないですよ、本当に。手が熱くねば。ねえねえ、ホロアップにさ、浮かすオブジェ何がいいと思う？オブジェか。おもろい。おもろい。うんちしか浮かばない。うんち浮かばせんの？ソフトクリームにしたらソフトクリーム。あー、オッケー。似てになるもの。ちゃんとソフトクリームなるかな。なめてんのマジで。いけるかな。みこなら作れるよ。似てになるもの。めっちゃ一生懸命道を作ってる。ブロック間違えちゃった。間違えちゃった。あら。バカって言っちゃったんだ。これが違うのか。バカ。って、みこちが言ってました。微妙。あ、ほんとや。微妙じゃん。なんか違う。そうなんですよ。トワ様が発狂するぐらいじゃね。でも懸念点としてはこれは多分死んだツノカサゴサンゴブロックで、このサン、そうですね、サンゴの種類が違うだけですね。ミラミリピラピリ。まあでもこれも味だよっていう感じで全然いいよ。あれ、透明人間がいる。透明人間いるな。